お聞きのの放放送送は SBS 日本語放送です詳しくは SBS 日本語放送のホームページ、sbs.com.au スラスジャパニーズへどうぞ7月11日、SBS 日本語放送ニュースです。 メルボルボン西部ダラマットで昨日発生した化学工場での火災を受け周辺地域の住民に対し有害物質に近づかないよう呼びかけが行われています火災で発生した煙には有害物質が含まれており煙はメルボルンの広い範囲に広がりましたチェリークリークアンダーソンズスワンプケーズドレインを流れる水には汚染物質を含む消化に使われた水が流れ込んでいるため近づかないよう呼びかけが行われています ファイアレスキュービクトリアの消防士ミシェル・カーリング氏は火災現場となった工場にはさまざまな化学物質があったと語ります。ー,ンィルアーメアアした。エタノールもですカーリング氏でした 治安の悪化を理由に3日間の夜間外出禁止令が発令されたアリススプリングスでノーザンテリトリー警察は夜間外出禁止令を延長しないと発表しました夜間外出禁止令が今夜から延長されるかどうか関心が集まっていましたアリススプリングスのマット・パタソン市長はこれに先立ち公共放送 ABC に対してこれまでの3日間の夜間外出禁止令による効果があったと述べる一方 アリススプリングスの郊外の地域で一部悪影響もあったと述べましたもちろん CBD では効果がありましたがこれは犯罪を郊外の地域へと押し合っているとの声も聞きました状況を見守っています資源が投入されて町の景観の数が増えればコミュニティは一息つくことができます決定がどうなるか見守るのみですパタソン市長でした アメリカの首都ワシントンで11日まで行われている NATO= 北大西洋条約機構の首脳会議でアメリカが2026年からドイツに長距離ミサイルを配備することが分かりましたアメリカとドイツが共同で発表しました冷戦時代以降ヨーロッパにおけるアメリカの兵器の配備としては最も影響力の大きなものとなります配備される長距離ミサイルは80年代に署名された中距離核戦略全廃条約 INF 条約により禁止されていた兵器ですしかしアメリカは2019年ロシアが条約に違反したとして INF 条約からの脱退を脱退を発表今回の禁止されていたミサイルの配備はロシアに対する強い警告となりますアメリカのアントニー・ブリンケン国務長官はアメリカとドイツの関係を称賛しましたアメリカとドイツの関係を称賛しました アメリカとドイツはこれまで同盟国とその国民に突きつけられてきた途方もない課題に共に向き合ってきましたそして最近の数年間これまで一緒に取り組みを続けてきたことそして互いに力強いパートナーでいたことがこれまでの水準を超えた力を引き出しています課題がロシアによるウクライナ侵略であっても 中東での問題であっても、インド太平洋地域で目にする多くの問題であっても、私たちは共に向き合っています。二国間のパートナーシップに感謝しています。ブリンケン国務長官でした。<music> ニュースを続けます。オーストラリア向けの海上貨物の輸送費が上昇を続けています。 アフリカ逃亡期での安全が確保できず、貨物船が運航ルートの変更を迫られていることがその背景にあります。コンサルティング会社ドゥルーリーによると、世界的な海上輸送コストは昨年、平均で300%上昇しました。先週だけでも10%上昇しています。海運の要所である航海とその周辺では、イラン寄りの勢力が民間船舶への攻撃を示唆しており、貨物船はその地域を避けて回り道をし、 その分、時間やコストが多くかかっています。労働党のアニカ・ウェルズ議員は、チャンネル内に対し、輸送コストの上昇はさらなる家計の負担につながる恐れがあると述べました。コロナ禍の時に海上輸送が大きく遅れたことを私たちは覚えています。それが全てを難しくしました。 コストがまた上がるかもしれないという考えは明らかにオーストラリアの世帯にとって懸念事項です7月1日から始まった政府の生活支援策が何らかの役に立つことを望んでいますウェルズ議員でした家を建てるコストの上昇ペースが減速していることが不動産サービス会社コアロジックの最新のデータで分かりました建設業者や消費者今後のインフレ見通しにとって朗報となります コアロジックの最新の指標では、6月四半期の建設コストは0.5%上昇し、その前の四半期の0.8%の上昇から上昇ペースが減速しました。また、コロナ禍前の平均1%を下回っています。さらに年率で計算すると、建設コストの伸びはわずか2.6%と、22年ぶりとなる緩やかな水準になっています。 木材や金属製品の価格が下がったことが指標全体を押し下げましたその一方で人件費は引き続き上昇を続けていますコアロジックのティム・ローレス氏はコストの上昇が緩やかになったことはインフレと戦っていく上で良い兆候だと述べていますオーストラリアで新たに十二カ所の土地で地域のファーストネーションズの人たちにその管理が揺られられます これらの土地の広さは合わせるとタスマニア州全体よりも大きくなります連邦政府が発表しました土地の管理を行うのは地元のファーストネーションズコーポレーションです例えばニューサースウェールズ州のベリンジャーバリーの沿岸地域がその対象となりますこの地域はコアラの生息地そしてゴンドワナ熱帯雨林の保護も同時に行われます 今回新たに12カ所の土地の管理がファーストネーションズの人たちに任されることで新たな雇用も生まれますゆるんがアボリジナルコーポレーションのディーン・ケリー氏はこの新しい雇用が生まれることが最も大きいメリットの一つだと語ります私たちがやりがいを感じる意義ある仕事が私たちの土地で生まれます 生まれ育った土地の世話をするという私たちがしなければならないと教えられそして大切にしていることを仕事にできますこれは素晴らしいことでその成果を見届けたいと思いますケリー氏でした11月に大統領選挙が行われるアメリカで民主党で再選を目指すジョー・バイデン大統領に対し選挙戦から撤退するよう求める圧力が民主党内で強まっています さらに民主党支持者で多額の献金を行っている俳優のジョージ・クルーニー氏も新聞に寄稿し、民主党は新たな候補者を立てるべきだと主張しました。また、党内からはバイデン大統領の長年の名誉でもあるナンシー・ペロシ議員が大統領に対し、選挙戦を続けるかどうか迅速に決断するよう促しました。また、大統領が選挙戦を続けることを明確に支持しませんでした。 選挙を続けるかどうかは大統領自身が決めることですどうするのかの決断を早く行うよう促しています時間があまりないからです大統領は広く愛され尊敬されており決断を下すことを国民は求めていますフィロシ議員でした 続いてスポーツサッカーです現在ドイツで行われているユーロ2024ドルトムントで行われた準決勝でイングランドがオランダを2対1で破り2大会連続で決勝進出を決めましたイングランドは前回大会で準優勝しており今回初優勝を目指しています試合はオランダが前半7分早々に先制点を奪いましたが前半14分過ぎに PK を決めてイングランドが追いつきます 前半を一対一で折り返した後、攻防が続き。試合終了間際の後半四十六分に。イングランドが一点を追加し、勝ち切りました。決勝戦は日曜日に。ベルリンにあるオリンピアスタジオンで行われ。イングランドはスペインと対戦します。続いてファイナンスです。エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル一ドルは日本円で百九円十三銭。U. S. ドルで六十七点五二銭と。 ユーロで六十二点三一セント、イギリスポンドで五十二点五四ペンス、また US ドル一ドルは日本円で百六十一円六十一銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日十二日金曜日のお天気です。パースは時々曇りで最高気温は十八度、アデレードは雨足が強まりそうです。最高気温は十六度、メルボルンは一二度雨が降りそうです。 最高気温は十五度。ホバートも一二度雨が降るでしょう。最高気温は十四度。キャンベラは朝方に霜が降りそうです。曇りの予報。最高気温は十二度。シドニーは時々曇りで最高気温は十八度。ブリスベンは晴れで最高気温は二十四度。ダーウィンも晴れで最高気温は三十一度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレンタフェアズに続きます。 もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト Spotify などでお楽しみいただけます。